はい、ブルービジョンスタジオ代表の青垣です。前回ね、僕の講師紹介と店舗の紹介などの動画を出しましたが、皆さん見ていただけたでしょうか。またの方はぜひ下にリンクも貼っているので、よかったらご覧ください。で、今回2回目なんですけども、ベース講師の鳥塚直人先生に来ていただきました。鳥塚と言います。よろしくお願いします。はい、鳥塚先生なんですけども、ちょっと経歴をね紹介しますと、アンモフライトの小田原のねロックバンドなんですけどのベーシストとしてビクターより、デビューされていました。で、また自身のバンド以外にも、あのスミカとか、ラグフェアの土屋レオさんのソロプロジェクトなどでね、サポートをしていたりと、結構いろいろなね活動、演奏だけじゃなくて、あの教室 あのブルービジョンスタジオのサンプル動画で、いくつか、4曲上がってるんですけど、そのうちの3曲の、作詞作曲アレンジっていうのをですね、実は鳥塚先生がやってくださっております。一番最初音楽のスタートはベースからですかね。そうです、ベースからで、まあ、始めた年は14歳、中学2年生の時に、この教室のロゴとかをデザインした大川直也くんが、まあ、当時ギターやったので、なんかバンド組みたいからベースやってよっていうのがきっかけで、もうその日に、あの父親がその日に夜に父親があの趣味で学生時代ベースやってたのを知ってたので、ちょっとベースやりたいんだけど、その買ってくんないみたいな感じで言ったら、いいよみたいな。ちなみにそのロゴね、こちらにもちょっとステンドグラスバージョンとありますけども、ロゴです。弾いててこの瞬間楽しいなとかあったりするんですか？まあなんか楽しいなと思うのって、まあなんかリズム楽器でもあるし、まあ、あの音程もちゃんと取れる楽器なので、やっぱアンサンブルでうまく噛み合った時、他の楽器と心地よい時が本当に楽しいなって思いますね。ベースってやっぱりこうドラムとのコンビネーションとかね、他の上物のギターとか、ピアノとかっていうコード楽器といろいろ結構かな、なんかつなぐ接着剤っていうかね、潤滑油的なとこありますもんね。なんかベーシストって結構その後プロデューサーになる方とか結構多いイメージがなんとなくありますよね。やっぱなんか周りいろんな音を気にするというか、いろんなとこに気にしなくちゃいけないのかなっていうのが、あると思うので。好きなミュージシャンとかベーシストっていうのはどんな方がそうですね、まあ、日本人でいうと東京事変の亀田誠治さんとか、元オリジナルラブの小松秀之さんとか、歴史などで弾いてる山口博さん、外国ですとあのマイケル・ジャクソンとかのバックで弾いていたルイス・ジョンソンとか、あとモータウンのジェームス・ジェマーソンとかですかね。ちょっと今多分あの動画の下にきっと顔写真とか載せてると思います。僕何分動画作るの初めてなんで、これ完成形どうなるのか分かんないままで、今撮ってますけど、きっとこういい感じにここに出てるのかな、どこに出てるのかな。気になった方はね、あの今ねこう調べればすぐ YouTube とかでね、あの音聞ける時代なんでね、聞いてみるといいかなと思います。まあ、音楽とちょっと離れて、なんか普通の生活の時に趣味とかって、ちなみに鳥塚先生って何かあるんですかね？まあ、あのちっちゃい頃から、ゲームはやってたので、まあ、ゲームと、あとなんかお寺とか神社、歴史があったりなんか趣があったところに行くのが、好きですね。渋いですね。さすがベーシスト。渋い。そうなんですかね。渋い趣味ですね。ちなみにゲームの方は、僕と鳥塚先生はですね、よく夜にあのエーペックスレジェンズっていうあのゲームをあのやってます。ぜひよかったらこのご覧の皆さんでエーペックスやってる人がいたら、あのお友達になってください。一緒にあのチャンピオン目指しましょう。僕と鳥塚先生との出会いなんですけども、僕ね、あの今僕今年で40歳なのか、
で、鳥塚先生は今年で34。今年で34になる年ですね。うん、そうですよね。はい、僕ね、最初に会った時はね、鳥塚先生多分19歳ぐらいだったのかな。学生17歳。正解は18歳です。18歳。そのシャレードって小田原のね、ライブハウスにたまたま用事があって行ったら、そこのシャレードでレコーディングしてるっていう現場でちょうど、あ、でなんかすごい、あ、うまい子だなみたいな、うまい子だなってか、ね、6歳離れてるんですけど、なんかもう全然大人びて見えたんで、あ、うまい人だなみたいな感じで、はいはいはい、で聞いたら18歳だよって言われて、え、まだ学生なのっていう驚いた記憶が、僕その時24歳かなんで、はいはいはい、まあ、その時からね、の なんかなかなかの歴史を感じる16年今年で、そうですね、すごいですね。でもその時ってなんか会話した記憶って俺はないんですよね、多分。ありましたっけ？ありますいや特にないかな。多分チラッと見てレコーディング中だからそんなに集中してるし、なんかいやいやいやみたいな入ってくるのも邪魔になっちゃうかなと思って、そっと見守ってそっと去ったような記憶が、ちょっと思い出したのが、なんかアルペジオがなんかうまくいってなくて、はいはい、ピックをなんか柔らかいのに変えた方がいいよみたいな、なんかそういうこと言ったような記憶を今思い出しましたけどね、はいはい、当時の多分アンモフライトって先ほど言ったバンドの前身の時でね、そうですね、レコーディングだったのかなと思うんですけど、そのね、その後、まあ、やっぱりこう小田原地元一緒ということでね、一緒にセッションやったりとか、いろんなサポートね、地元の人にやったりとかね、いろいろやって、まあ、今に至るということですね。教室を始めるにあたってベースのね科目も作りたいなということでね、このいろいろと活躍された鳥塚先生にね声をかけてやってもらっている次第です。レッスン自体は土曜日にやっているので、対面のレッスンが、まあ、オンラインレッスンの方だともうちょっとねこうフレキシブルにできるのかななんて思いますが、まあ、ぜひです、気になった方は、まあ、小田原近郊の方は、まあ、来れたらね対面の方がいいかなとは思いますけれども、まあ、遠くの方とかだったらね、まあ、オンラインっていう選択肢もありますので、よかったら気になる方はですね概要欄の方からチェックしていただけたらと思います。この後ですね、せっかく来ていただいたのでちょっとデモ演奏をねしてもらおうと思います。指で弾いたバージョンとスラップっていうねこうバチバチ弾いた、それにちょっと2パターン取ってもらおうと思うんです。なんかどんなフレーズを取るのかちょっと紹介してもらってもいいですか？はい、指弾きは、ジャミロクワイの Too Young To Die Too Young To Die っていう曲と、スラップは、マイケル・ジャクソンの、マイケル、いいですね、Get On The Floor という曲です。はい、ただ撮るだけじゃなくて、録音の環境ね、うちレコーディングもやっていますんで、なんかそのシステムを使ったちょっといい音で撮ろうと思っておりますので、ぜひお楽しみください。はい、では聞いていただきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか？いや、素晴らしい演奏でしたね、相変わらず、ね、指とスラップっていう2パターンで撮ってもらいましたけど、なんかこう上手に弾く時のなんかコツとか意識するポイントとかって何かあるんですか？指で意識していることは、うん、まあ2フィンガーっていう弾き方の指で、人差し指と中指で交互で弾くんですけども、うん、音量ですかね、人差し指の音量と中指の音量を均等にすることを意識して弾いてますね。うんうん、普通だとやっぱ中指の方が強くなりがちなんですかね。強いのでやっぱバラバラになってしまうと、うん、まあ、ちょっと曲 そのベースって言われるぐらいなので、ちょっとこういう浮き沈みがあると良くないので、うんうんうん、やっぱ均等に下で支えるっていうことで。なるほどなるほど、はい、スラップの時は何かあるんですか？スラップ、まあ、スラップは親指で叩いて、うんうんうん、まあ、人差し指か中指引っ張るっていう奏法なんですけども、うん、
まあ、引っ張るのって簡単なんですよ、うんうん、もうすぐ音出るので引っ張れば、うんうんうん、でも叩くのって難しいんですよ意外と、はい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 、ちゃんと音を出すのが。なのでこれも均等に同じような、うんうん、このそうですね、この両方どっちかっていうと僕がまあ思ってるのは、うんうん、まあ、スラップは引っ張るより叩くことが一番ミソなのかなって。あ、なるほど、ね、やっぱこう、はい、弾いた方が派手な音が出るからそっちちょっと注目しがちですよ ね、 普通に弾いちゃうとね、まあ、なのでまあベースっていうことなので、うん、やっぱりちゃんとね下の音がちゃんと出るように、うんうん、あーすごい均等になるように、はい、意識してます。音量揃ってますね、さすがですね。あ、いいですね。この楽器のねちょっと紹介などもしていただけたらいいかなと思うんですけど、はい、ちょっと素敵なねヴィンテージの楽器とお聞きしておりますけれどもね、はい、こちらはどんな楽器なんですか。まあ言ってしまうと、はい、これ2個の楽器からなってるんですよ、はい、2種類の。そう、ネックとボディはもともと違う楽器だったんですよ。はいはいはい、両方フェンダーのものではない。こちらがフェンダーでヴィンテージで、はい、68年ですね。こっちロゴにフェンダーとね68年の68年、はい、でこれ見て分かる通りリバースヘッドなので。あ、そうですね、反対なので本当はこっち側にね。そうなんです、テグというつまみがねありますよね。なぜかというと右利きのベースを、うん、を買ったんですよ。あ、そうですよね、はい、うん、それと自分が持ってた左のボディをくっつけたんですよ。なるほど、はい、確かにもう一度先ほど弾いていた黒い方だとこのヘッドっていう形は逆になってますもんね、はい、そうですね、うん、それが本来の、まあ、左利き用の楽器のね、はい、状態ってことですよね、まあ、本来だったら要はこういう形ですかね。こうですね、ああ、ここのね、ここにつまみが、はい、ペグがあるよっていうのが、はい、まあ、本来の状態ですよね、はい、うん、左利きの人はいろいろな悩みがあるんですね。ぜひ左利きの人はこれから始めようっていう方は右でやるっていうのも手ですね。やっぱ一人でやってるとなかなか気づきにくいポイントって結構多いですもんね。そうですね、はい、タブ譜通り弾けたらなんかできたぜみたいな感じになるけれども、やっぱりこうもっとね、そう、音量だったりとかリズムとかね、音色とか独学だと気づきにくいところでやっぱレッスンで見てもらわないとわからないところなのかななんてね、はいはい、思ったりしますけども、はい、レッスンのなんかモットーとかこういうこと気にしてるよとかってのがあったりするんですか。はいはい、まあ、基礎的なことは本当にもちろんなんですけども、うんうんうん、やっぱなんか楽しい楽しんでもらうことがやっぱ一番なのかなって、やっぱなんか継続する時ってやっぱ楽しめないとやっぱすぐやめちゃうじゃないですか。だからもうレッスン中も楽しんでやって、もう帰る時もできなかったとしてもなんか頑張ろうっていう、次までには頑張ろうみたいな気持ちに、はい、なってくれればいいかなと思っておりまして、まあレッスン内容も生徒さんに聞いて何がしたいのかとか、うんうんうん、それぞれ違いますもんね。何もあるので、うん、聞いてもしなければこの生徒さんには何が必要なのかなっていうのを考えて、ね、はい、決めていますので、はい。確かになんかね、やっぱ独学だと何やったらいいのか分かんないみたいなところって結構ありますからね、うん、この生徒さんにはこういう課題が必要だなとか、こういうとこ伸ばしたらいいなみたいな、プロの目から見たら気づくところっていっぱいあると思いますからね。ということでですね、今回ベースの講師の鳥塚直人先生に来ていただきました。ありがとうございました、はい。まあ、ブルーピジョンスタジオはですね、他にも楽器、エレキギター、アコースティックギター、クラシックギター、ウクレレ、ベース、ドラム、フルート、オカリナ、あとピアノと、そして DTM やレコーディングの、教科が10種類ですね、全部あります。でですね、また作曲アレンジなどもやっておりまして、鳥塚先生先ほど言った通りアレンジとか作曲もできるので、まあ、そういう依頼っていうのもね随時受け付けております。他の講師映像も、また随時アップしますのでお楽しみにどうぞ。ぜひチャンネル登録と高評価、グッドボタンなどを下の方から押していただけると嬉しいです。ということで、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではでは、さよなら。